レキタラトリキです。どこまで行くのかなっていう、ただこれはひょっとしたらコマーシャルつながりなのかなとも思うんですが、羽生結弦さんが30日にプロ転向後初めてとなるスんでターす。ズ・オン・アイスに出られるんですが、そのスターズ・オン・アイスに4月3日から5日にかけて、今大大リーグのエンゼルスで活躍されている大谷翔平さんが出られるらしいんですね。羽生さん、ついこの間、体操選手の内村さんと共演して話題になってましたけれども、今度は大リーグの大谷選手と共演するっていう、すごいなっていう。まあ、だけど一番すごいのはやっぱり雪肌精が一番すごいですよね。構成でした。コマーシャル本気じゃないですか。だけど、とかくなんか、なんとなくね、しおれた、日本がしおれていくっていうような時代の中で、なんかむちゃむちゃ羽振りがいいですよね。なんか、はっと目が覚めるような、すごいエネルギーを感じますよね。で、どうやら日本の野球が、メキシコでしたっけ？メキシコ、日本がなんか準決勝に進んで今度、まあ、戦うっていうことで、なんか野球もなんか盛り上がり見せて、ちょっとリクエストをいただいまあ、てそるんちでらすもが、行く占いたいなと思っているのですが、そんな中でこの大谷さんと羽そん生な中さで、ん、大谷選手と羽生選手の共演っていうね、ビッグすぎる共演、ちょっとお二人の相性を今回占ってみたいなと思います。ではまず、お久しぶりなんですが、大谷翔平選手のホロスコープ見ていただきましょう。さんのホロスコープ見ていただきましょまずですね、大谷選手なんですけれども、ちょっと変わった命理を持ってらっしゃる方なんですね。四宿の方なんですが、破門副相位2、そして鬼門加害が2当たってらっしゃる方なんですね。副相位が破門とセット、そして加害が鬼門とセットになってるんですね。副相位は自身の精神的な喜び、そこに破門が当たってらっしゃるんですね。加害っていうのは人から危害を加えられる、まあ自分が危害を加えてしまうという意味もあるんですけど、どちらかというと人から危害を突発的な危害を加えられるっていうものなんですが、そこに鬼門が当たってるんですね。鬼門というのは内なる知恵を意味してるんですが、そういうものでうまく加害を抑えるという、そういうバランスを持ってらっしゃる、この2つが2-2で当たってらっしゃる方なんで大す谷ね。選手、非常に大きい方で、おそらく子供の頃から大きい方だったと思うんですが、もう人より多分一つ頭抜けてる方だと思うんですね、存在自体が。なんて言うんでしょうかね。だから、なんというかな、宿命的にもう多くの人の期待を一身に背負って生きている。常に注目を浴びて生きてらっしゃる方だと思うんですね。で、独特の、なんというか、周りの人間とのこう感覚みたいのを持ってらっしゃる人だと思うんですよ。まあ、1メーター90超えの日本人ってもう、むちゃむちゃでかいで1すメーから。ター80でも、未だにやっぱり1メーター80の人でもかなり大きいですからね。1メーター75ぐらいだと最近背丈がね、だいぶ伸びてるんで、まあ、ちょくちょくいるかなっていう感じなんですけど、まあ、やっぱり1メーター90超えのクラスの方って、やっぱりもう飛び抜けてるんですよね、やっぱり存在だが。からなんかこの独特の命理を見ますと、やっぱ大谷選手、まあ、ご自身のキャラクターみたいなもの、追ってらっしゃるこう宿命みたいなものをうまくコントロールされてる方かなっていう感じがします。そしてですね、羽生さんとの関係性なんですが、有水の関係性になってらっしゃいます。水を取るのは大谷選手です。ただね、やっぱなんかすごく思うのは、まあ、同世代の方じそゃしないてですか。震災をやっぱ経験されてますでしょう。なんかその、すごもうく最高にいい形での何かリベンジみたいな、
そういうエネルギーものすごく感じるんですよね。お二方とも今メイシーズンを爆心中ですので、ご自身の大義名分に戻ってくるというような力が働いていると思います。さてさてさて、ではタロットの方を敷いてみましょうか。このやっぱ天井の位置に来ている10オブカップスが、まあ、本当に辛い、ね、東北の人たちにとっては思い出である、忘れちゃいけないね、思い出であるわけなんだけど、その震災が生み落とした世代、震災世代のそのキッズたちの何かリベンジの力をものすごく感じるんですね。5の位置に節制が来てますけれども、ずっと何かエネルギー保ち続けて今ここで開花していると。このタイの位置には6 of Wands が逆位置で来てますけれども、この辺りはやっぱ石器星のプロジェクトなのかなという気もしますね。ただ何がすごいってやっぱ石器星がすごいですよね。コマーシャルが本気だもん。もうこのなんかしおれた時代に本当なんかよくこんな嬉しい、なんか波紋を広げてくれたみたいな。まあもちろんその羽生さんが持ってる築き上げてるエネルギーもふんだんにあると思うんですよ。この間やっぱり体操選手とのコラボ成功させてる、体操選手の内村さんとのコラボ成功させてるって、その流れ。そしてでも、スター、良くも悪くもやっぱり東北が経験した苦い思い出っていうのが原動力になっていて、それに負けないよっていうような力としてこのホイール・オブ・フォーチューンが来てますね。ポジティブなエネルギー磁場を作ってます、ね、そしてタイの位置にスターが来ています。そして最後1枚ドン、おっとザ・ラバーズ来た。男と男なんだがザ・ラバーズが来た。やっぱり同世代で東北出身の方でスーパースターで、そして世界を巻き込んでの波紋を広げてるという、この時代にもう気を吐いている、このしおれた時代にって言っちゃっていいからこのしおれた時代に輝かしい波紋を広げている2人の、まあ、ちょっと最高コラボみたいなカードが出ました。こんなん出ました、いかがでしょうか。かなりなんかラブを感じますよね。もうとにかくなんかこういうやっぱり話題がないから、なんかちょっとなんか日本がどんどんなんだかしおれてくみたいなさ、中でなんで後世ことね、石器星がこんなに、石化星だっけ、石器星だよね、石器星がこんなに頑張ってるのかっていうね、すごいプロジェクトをこうぶっ込んできたみたいな、やっぱだけどやっぱレールを敷いてるのはやっぱ羽生さんだと思うけどね。やっぱりね、内村さんとのあのコラボがあって、やっぱり次この大リーガーのこの大谷選手とのコラボ、だけどワクワクさせてもらいますよね。こういう波紋どん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 広げて、なんかね、日本が元気になっていくといいなと思いますけどね。嫌な話題だけじゃないんだってね。さてさて、いいね、コメント、チャンネル登録いつもありがとうございます。大変励みになっております。今回もご視聴ありがとうございました。リッキータロットリッキーでした。それではまた、バイバイ。